動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。皆さんは日記とか書いたことありますか？まあなんか夏休みとかって無理やり書かされますけども、そうじゃなくてこう自発的に書いたことってありますか？というのも、まあ僕は書いてるんですよ最近で。まあなんか長いこと書いてる、そんなあれじゃないんだけど、もう本当にもう5月から書いてるけど、良かったこと、反省点、学んだことぐらいな項目に一言ずつちょっとずつ書いてるっていう、そういう状況ですね。でなんか時間がない時はもう良かったことと反省点だけとかね、なんかそうやって書いてますけども、まあなんでこれ書き始めたかっていうと、うちのじいちゃん、死んじゃったじいちゃんの、日記があったんですけどね。まあそれも本当に一言ずつなんですけど、まあそこになんか生きた記憶というか記録があって、まあなんかいいなって思ったんですよね。で、僕は字が汚くて、書いたら読めなくなっちゃうので、なんで、もう、パソコンでエクセルで打っとこうつって、でまあそのうちなんかプリントでもしようかみたいな、そんな感じなんですよね。だからまあでもなんかそれが一つ記録になったりとか、自分の反省点とかっていうのがね、なんかピックアップできていいんじゃないかなと思うんですよ。まあ自省録です。七種のアデリーの自省録でございます。でちなみにこれは公開する予定があるかっていうと、全く持ってないです。嫌です。ね、なんか自分の心の内見られるのが、僕はほらあれじゃないから、メンヘラじゃないからさ、ね、なんかそんなのをさらす気はさらさらないので、まあなんかもし僕が死んじゃったら、なんかプリントして置いとこうかなと思いますけど、はい、さあ、ということでございまして、だって、まあ、一応エンディングノートも書いてますからね、ちゃんと僕今の時点で。まあなんでですね、皆様がお目にかかることはないと思いますけども、一応書いてますので、皆様いかがでしょうかという、そういうお誘いでございます。はい、ほんじゃ、今日のニュース読んでいきたいと思いますが、ケニアのお話ですね。世界最高齢の野生ライオン、マサイ戦士に槍で疲れ死ぬ。ケニアで野生のライオンでは最高齢と、世界最高齢と見られていた19歳の、オスライオンがマサイの戦士に槍で疲れて死んだ。ケニア野生動物公社が12日明らかにした。広報担当者によれば、オスライオンのルーンキトは南部アンボセリ国立公園の外れで家畜の囲いに迷い込み、マサイの戦士に槍で疲れて死んだ。ライオンは通常公園内の野生動物を狙うが、年を取ったライオンは獲物が狩れず、家畜を格好の標的にして獲物にしているという。保護団体キャッツフォーアフリカによると、アフリカの野生ライオンの寿命は長くても18年。この、ケニア野生動物公社は2021年、10年以上にわたり縄張りを守ってきたルーンキトを伝説的なライオン戦士と評していたということで、まあケニアの中でこの世界最高齢のライオンが殺されましたよっていう、そういうお話でございますけども、僕は何だろう、その人間と動物との関わりの中でこれは殺された例なのかなっていうふうに思うので、なんか別に悪いとは思わないですね。まあ、例えばハンティングとか、そのトロフィーハンティング目的で娯楽で殺しに行ったとかっていうんだったら違うと思うんですけど、まあ、こうやってそのマサイの人たちっていうのは、そのライオンがいる生活域の中で暮らしてて、で家畜を養ってて、で、まあその家畜を守るためにライオンを殺したっていう、そういう過程ですよね。まあ、これ殺し方が例えば銃とかじゃなくてこれ槍で殺してますから、まあなんかそういうところに伝統的な部分を感じたりしますけども、まあもちろんその19歳のライオンが死んじゃったっていうのは悲しいことではあると思いますけども、さてじゃあその19歳のライオンがご飯を食べられずに、朽ちて他の生き物に食べられて死ぬっていうのが、まあそれは最後の姿なのか、それとも人間も動物の一部として、人間の生活圏に入ってきたので殺されたっていうのと、まあどう違うのかなって考えると、まあ一緒だと僕は思うんですよね。まあもちろんその近代的ななんか観光地の人たちがやってきて、今さっき言ったみたいに銃でトロフィーハンティングの旅行ですよみたいな感じで、
殺しちゃうのは全然違うと思いますけど、まあなんだろう、老いたライオンの死に方が最後は人間に殺される、まあその動物の一部としての人間に殺されるっていうのは僕はなんか、うん、珍しく、こう自然な形で人間と動物のあり方があるんじゃないかなっていう気がしましたね。まあなかなか世の中ってそうはならないんですよね。例えばリゾート地を建てるから、ここにいるワニは殺しましょうとか、この池はなくしてしまいましょうとか、そういう話が、まあこれは日本にもありますからね。もうなんだろう、今湿地帯なんかっていうのがどんどんなくなってきたりしますけども、さて、まあマサイの人たちもそうだと思うんですけども、今まで自分たちが生きてきた土地っていうのは何によって生かされてきたのかっていうのを今一度考えて、その地域の生き物たちを大事にしないといけないと思いますし、まあ今回はその殺してしまったということがニュースになってセンセーショナルになってますけども、そうじゃなくてね、生き物たちを生かすためには、生かして自分たちも生きるにはどうすればいいかっていうのを考えなきゃいけないのではないかと、近代社会にいる我々は思います。ということでございまして、今日のニュースは世界最高齢の野生ライオンマサイ戦士に槍で突かれて死ぬということでございました。